はい、皆さんおはばちゃん宮中紀です、夜も更けてきましたけれども、引き続きっていうかね、まあ美ら海水族館に今いるんですけど、まあ、その美ら海水族館がある海洋博公園ではですね、現在あのウィンターファンタジークイズラリーっていうのをやってます。全6問ありまして、まあこういろんな場所にですねイルカが何匹いるでしょうって、ちょうどこのこれ最後の問題なんですけど、ちょっと引きましょうね。まあご覧いただく言っているように、その左から 1,2,3 でツリーの後ろに1匹で4で、ツリーの右側に5で、その右に2匹で6,7で、ツリーの右側に8で、最後に一番右に9匹っていう感じで、まあ3択問題でですね、載ってます。でここ海人って書いて何て読むかって、これ海人中ですねとかですね、まあ、この裏側にもあるんですけど、まあ、上の方にもちょっとイルミネーションいっぱいありまして、まあ、各場所にこういう感じでクイズがあります。でそれに正解するとこう景品がもらえるってことで、ね、今それをやってます。素晴らしいですね、イルミネーション。もう年明け早々こんないいもの見られても最高です。ジンベエザメもね素晴らしかったです。